皆さんこんにちは。平成30年司法試験徹底分析会広報系始めさせていただきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。ここに来られた方、平成30年司法試験受けられた方だと思いますけど、お疲れ様でした。憲法なんかはね、特に形式が若干変わって、前みたいに原告、国側の反論、自説という問題形式からちょっとずれてしまったので、驚いた方も多いのではないでしょうか。ただ聞かれてること自体はですね、青少年育成保護条例違反の自動販売機の判例、あれに近いものでして、この分析の視点もですね、例えば100選の解説なんかに書いてあったものなので、その辺をしっかりやってた方は書けたと思いますし、また現場で考えてもね、書けたとは思います。で、行政法に関してもですね、これは非常に、条例の趣旨を、原告適格や、裁量権の逸脱乱用なんかで論じていく、非常にいい問題だったんじゃないかなとは思ってます。で、早速憲法から解説していくんですが、この、講義はですね、私の講義を取ってない方もいらっしゃって、ちょっと憲法の理解についてね、いろいろムラがある場合があるので、ちょっと最初にね、憲法の話を5分だけさせていただきます。基礎的な話なんですけど、憲法って違憲審査基準を立てるやり方もありますし、3段階審査みたいなやり方もあります。で、私の講義ではオーソドックスな芦部先生の、違憲審査基準論を使うんですけど、それの枠組みというのをちょっとだけ、説明させてください。普段3段階審査ね、取ってる方もいらっしゃると思うので、まず、人権として保護されてるか、で、その人権の果たして制約があるのか、まずこれを論じていきます。法令違憲の場合ね、オーソドックスな法令違憲の場合は、人権として保護されているのか、人権の制約があるか、これをね、まず簡単に、大展開する場合もあるんですけど、これを論じていくということになります。3段階審査の方もね、ここは同様でしょう。3段階審査の方、保護範囲とかいうのかな。で、ここなんですけど、ここを思いっきり論じなきゃいけない問題っていうのはたまにあります。実は本問でもそうです。例えばね、淀号の事件で越読の自由ってありましたね。越読の自由、憲法21条1項の侵害があるって書いたら、最初から書いたらね、これダメだと思うんですよ。越読の自由って一言も書いてないからね、憲法の条文に。だから21条1項の表現の自由に越読の自由が含まれるかという法律論を論じなきゃいけない。これはただそれだけね、人権として保護されてるか、要するに条文に該当するか。で、権利侵害がないと保護される利益がないので、法律一般論として制約があるか、これを論じていくんですね。で、その次のステージで、いや、そうは言っても人権絶対無制約じゃないよね、公共の福祉による制約があるよね、ということで、で、審査基準立てて、当てはめをしていくということになりますね。で、芦部先生の理論では、この審査基準の立て方の基準、これが決まっております。それは何かというと、人権の性質と制約対応、この2つで決める、これがセオリーでございます。審査基準を使うときはね、なんでその審査基準にしたんですかというところにものすごい点数が振られています。もちろん当てはめにも点数ありますけど、憲法ってこの審査基準で厳しいのを立てたら大抵違憲になりますし、緩やかなのを立てたら大抵合憲になりますね。だからこの審査基準って結構メインのポイントなんです。で、軽視するということになります。いいでしょうか。じゃあちょっとやっていきましょうか。芦部先生はどうやって審査基準を決めるかというと、人権の性質、例えば表現の自由、これ重要な人権ですよね。内容規制、制約対応、とっても厳しいから一番厳しい基準を使う。例えばこうですよね。表現の自由の内容規制、
これはとっても大事な人権、あるいは保護すべき人権のとても厳しい規制だから、一番厳しい厳格審査基準なんかを使うわけですね。もちろんいわゆる低価値表現、名誉毀損的表現とか猥褻表現は別途検討の余地はありますけど、基本的に表現の自由の内容規制は厳格審査だ。じゃあ次ね、はい、表現の自由の内容中立規制。これは大切な人権の規制なんだけど、まあ制約対応は内容規制ほど緩やか、厳しくはない。だからちょっと下げて LRA なんかを使うんですね。これ一例ですよ。この通りに書かなくていいですよ。じゃあ次ね、経済的自由、まあ営業の自由にしましょうか。営業の自由の規制対応、消極目的規制。これは営業の自由っていうのは別に大事でないわけではないです。非常に大事です。非常に大事なんだけど、制約の必要性も高いから緩やかに審査する。でそれの消極目的規制だから、ある程度踏み込んだ審査をするから、例えば厳格な合理性。でもお分かりにとって営業の自由の積極目的規制だと一番緩やかな基準を使うということですね。明白性の原則など。一番厳しい基準が厳格審査、 LRA と厳格な合理性というのは中間審査基準ですね。で中の上が LRA ね、中の下が厳格な合理性ね。で明白性の原則が、性が違うか、一番緩やか、もちろんあの合理性の基準でもいいですよ、まあ、こんな感じでグラデーションになっているということですね。でよろしいでしょうか。でこのように審査基準というのは、まあ、芦部先生流だと人権の性質と制約対応で決するということです。では、これを踏まえて、問題文に早速入っていきましょう。でこれ問題文も検討皆さんされているものとして進めていきます。で問題文の4ページね、4ページの最後の項のセリフをご覧ください。規制の対象となる図書類の範囲や規制の手段内容について議論があり得ると思います。図書類を購入する側と販売等をする店舗の双方の立場でそれぞれの権利を検討しておく必要がありそうですね。だから購入する側と販売する側で場合分けをして考える。さらに図書類を購入する側としては、規制図書類の購入等ができない青少年と18歳以上の人を、想定しておく必要があります。でまた販売等をする店舗としては、条例の規制による影響が想定される3つのタイプの店舗、すなわち第一に、これまで日用品と並んで規制図書類を一部販売してきた、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの店舗、第二に、学校周辺の規制区域となる場所で規制図書類を扱ってきた店舗、第三に規制図書類とそれ以外の図書類を扱っている書店やレンタルビデオ店を考えておく必要があるでしょう。まあ、こういうことになります。すいません、ちょっとね、ライブの方、私ね今日声あんまり出ないので、もし聞こえにくかったらね、前の方に遠慮なく来てください。すいませんね。じゃあまずね、青少年の方からいきましょう。でまず、消費者の側ですね、消費者の側の規制を考えていきましょう。購入する側、
で、まず青少年です。はい、青少年は何の人権が侵害されてますか？何の条文でどの人権が侵害されてますか？青少年ね。これね、青少年は規制図書類って変えるんですか？これ一切変えないんですよね。だから青少年が規制図書類から情報を摂取する自由をこれ封殺してるわけですよ。まあこの権利の捉え方はいろいろあると思うけど、例えばね、青少年が規制図書類から情報を摂取する自由を条例も条文だけで書きますけど、8条3項。15条かっ、15条かっこ1でいいか。かっこ1が侵害。まあこう書いていくわけですね。何の権利が侵害されてるか、あと攻撃対象ね。何の条文が権利を侵害してるか、これはっきり明示してください。はっきり明示しないとこれダメです。訴訟になりません。特定しないとね。よろしいでしょうか。じゃあここで2つ問題がある。先ほど述べた通り、まずこの人権ってあるんですか？青少年が規制図書類から情報を摂取する自由というのは憲法上認められるのか、これ論じていかなければなりません。そしてポイントは、これ普通の情報摂取じゃなくて規制図書類、まあいわばエログロですよね。そんな情報摂取する自由って果たしてあるんですかということになります。あ、グロはないか。第7条でね、どっちかというとエロですね、これは。じゃあここでね、そもそも21条1項で保障されてるか。で、これ意外に点数ありますよ。だって一見明らかじゃない、規制図書類から情報を摂取する自由で、これは自分なりに考えて書いてください。まあ一般の情報を摂取する自由だったら、やっぱりね、情報を摂取することで、政治的表現なんかができるようになるわけですよ。政治的表現をする基礎になるので、情報というのは、保障されるとやっていいでしょう。情報を摂取することは、政治的表現の基礎となるので、情報摂取の自由自体は21条1項で認められるということですね。で、反論はこの辺に入れ込んでくださいね。例えば、21条で保障って問題提起のところを反論形式で書けばいいだけですよね。この点、そもそも規制図書類から情報を摂取する自由は憲法上に規定がない以上人権ではないっていう反論を入れて、情報を摂取することは政治的表現の基礎になるんだから、これも同様に21条1項で保障されてるんだ、そういうふうに書いていけばいいわけですね。じゃあ次ね、情報摂取自体はそれは自由かもしれない、でもエロ、こんなものを見る権利はないんじゃないか。ここどう乗り切ります？別にいいんですよ。そんな情報は低価値表現だから摂取の自由もないっていうのも一つの結論です。ただよくあるのは あっとっとっと、
よくある論法はあれですよね。政府側で切り分けさせるべきじゃない。つまり裸体をね使って現政権を批判する芸術っても十分考えられるし、そういうものを芸術家は生み出してきたわけですよ。なのでこのこっちは政治的表現だ、こっちは低価値表現だって切り分けは実は難しいということで、政治的表現と例えば性的な表現、表現の完全な切り分けは困難で、切り分けは困難。だから区別すべきではない。とすると、これらは人権として認められる OK ということになりますね。まあ、こんな感じで、書いていくということになります。じゃあ次ね、せっかく来ていただいたんで細かく見ていきましょう。点数、憲法ももぎ取っていく必要があります。これね、本当に8条3項15条1項が青少年規制図書類の情報摂取の自由を侵害していますか。ここで考えなきゃいけないのは、青少年は規制図書類を読んではダメだよとは一言も書いてない。ここには青少年に対して販売したらダメだよって書いてる。そこはもちろんね、実質的に見て青少年手に取れなくなるわけですけど、きっちり説明してやる必要がある。なので次ね、権利侵害、8条3項等によって青少年に、規制図書類を販売する者はいなくなる。する者はいなくなる。とすると実質的に見てこれは青少年の情報摂取の自由を完全にシャットアウトしてるんだと考えますよね。実質的に見て青少年の自由を侵害。ではそしてね、これものすごい制約対応厳しいですよね。青少年だって一切見れないんですよ。これ内容規制みたいな感じだから一切見れないという点で、ここで制約対応は厳しいと言ってやりましょう。審査基準です。はい、これ制約対応厳しいからどうしましょうね。厳格審査基準でいきますか。でここでもう一個必ず触れなきゃいけないのはパターナリスティックな制約ってやつですよね。青少年だから逆に規制すべきじゃないのかという話になります。でここで基準を立てるわけですけど、ティックな制約、じゃあこれどうしましょうね。
で、これまあ合計でも違憲でも私はどっちでもいいと思います。ただまあ合計に持っていく人が多いのかなというところなんで、パターナリスティックな制約で、これは例えばね、自己の存立を脅かすものに限る、限るとしても性的表現で青少年は悪影響を受ける恐れがある、まあ、この辺判例使ってやってもいいですよ。判例もあっさりね、悪影響を受けるのは何だったっけ、社会共通の認識であるみたいに言ってますよね、まあ、そんな判例のフレーズなんかも入れてやって、だからしっかり規制すべきだ、規制すべき。で、例えばね、情報摂取の自由は当然表現の自由に準ずる重要な人権で、制約対応がものすごい厳しいんだけれども、パターナリスティックな制約があるから違憲審査基準は下がって、例えば厳格な合理性ぐらいだとこれ多分合憲になりますね。だから厳格な合理性ぐらいで落としてあげましょう。厳格な合理性は目的が重要で、手段と目的の間に実質的関連性がある場合に合憲となる基準です。で、これ必要最小限って厳格な合理性の基準に入れ込む人がいるんですけど、それはね、確かにそういう学説もあります。ただ一般的な用語ではないので、それはね、正直やめた方がいいです。必要最小限って入れたいなら LRA を使ってください。その方が一般的な用語法になります。あの、憲法って学者ごとに用語法が違うので、厳格な合理性で必要最小限入れるのは間違いとは言えません。でもやっぱり読みにくくなっちゃう、実務家も読むんでね、それは一般的な用語法に従いましょう。じゃあ今回の立法目的は何でしたっけ。立法目的は、まあ2ページの真ん中あたりに書いてるけど、要するに青少年の健全な育成プラス、いわゆるゾーニングってやつですよね。見たくない人が見なくて済む、これが立法目的だと言ってます。で、目的、青少年の健全な育成、見たくない人が見なくて済む。これらの立法目的は重要でしょうか。なかなか難しいところですよね。で、私は個人的には上は重要だと思うけど、下はね、重要レベルではきついんじゃないかなと若干思いますね。見たくない人が見なくて済む。ただそこら辺は皆様の考え方なので、それはどちらでもいいです。例えば1、2に分けてね、私だったら1は、公共団体の役割に教育がある以上、重要だと書いていきます。で、目的が重要だって書くとき、何か一言理由を入れてください。いきなり青少年の健全な育成だから重要だ。これだったら全く理由になってません。例えば一言、青少年の健全な育成は公共団体の役割に、教育というものがある以上重要と考えるんだ。これぐらいで結構ですよ。理由になってない理由ですけど、それぐらいです、書けるのは実際試験で。じゃあ次、丸にどうでしょうか。丸には、ね、私はね、重要まではいかないと思うんですよ。これは余計なお世話ということですね。過剰な介入で重要でないということは、1の立法目的と
手段の間に実質的関連性があれば合計になります。でこれはあるでしょう。実際に条例で規制することによって青少年が規制図書類を手に取らない。見れない。したがって青少年が健全な育成につながる。これは十分効果的ですよね。要するに条例で規制することによって青少年が規制図書類を見れなくなることだから、この青少年健全な育成という目的達成に十分効果的です。実質的関連性の基準というのは手段が目的達成に十分に効果的かどうかという基準です。効果があればね、それは実質的関連性ありということなので、まあ、これは合計ということになるでしょうね。いいでしょうか。じゃあ次ね、大人の方行きましょう。購入する側の自由、大人の自由。大人の自由も情報摂取の自由です。でも青少年と何が違うかというと2点違う。大人の方は別のところで買えるわけですよ。完全に買えないわけではない。大人はね、本屋でちゃんと分けてる。本屋だったら買えるわけですよ。だから正直言うと制約対応はかなり緩やか。でもパターナリスティックな制約は働かないということになります。なので大人はあっさりいきますよ。大人も青少年並みの論述をしていくと日が暮れますので、これも1と同様に情報摂取の自由が侵害。で1と違うのはパターナリスティックな制約は働かない。あとは普通に買えると、正直言うと購入の場所が限定されるだけ。でここで条例の条文いっぱい引いてやってください。8条のあたりをちゃんと引いてやってちゃんと書いていくんですよ。どういうふうに限定されてるかっていうのをきっちり書いていくということになります。でこれなんですけど、皆さん合憲にしたい、違憲にしたい。これね、違憲にしたい人はちょっと厳しめの厳格な合理性以上を立てていけば違憲におそらくなるでしょう。で合憲にしたい人はこれなかなかね、一番緩やかな基準に落とすのって難しいです。でも合憲にしたい人の方が難しいと思うのでやり方を教えますね。これね、購入場所が限定されているだけですよね。制約対応はかなり緩やかというか、そもそも制約自体がほとんどないんではないかっていう方向に持っていけばかなり緩やかな基準を使います。だから合計にしたかったら制約は実質的に見てほとんどない。しかも買う側ですからね。これが ほとんどないんだったら緩やかな基準でいいですよね。
例えば明白性の原則、で先ほどの立法目的1にも少なくとも正当とは言えるし、あの一番緩やかな、ね、基準の正当性ってありますね。これ正当性っていうのはパッと見て不合理でなければ全部正当です。あの合理的関連性もそうです。不合理でなかったら全部合憲になります。あの明白性の原則とか厳格、失礼しました、合理性の基準、目的が正当とかで、違憲になる法律、こういうわけのわからん法律ですよ。例えば子どもの学力を推進するため、ペンはジェットストリームを必ず使わなければならない、意味不明ですよね。そういう法律だけが違憲になるのがこの緩やかな基準です。一応まあそうだな、まあそういうこともあるかなぐらいだったら全部合憲になる。だから見たくない人が見たくなるも、まあまあそうだよねぐらいになるので、これは正当で、手段も役立つということで合憲ということでしょう。まあ、こんな感じに書いていけばいいということです。でここまででようやく買う側の自由が終わりました。じゃあ次売る側の自由ね。でこれね結構丁寧に答案構成してますけど、おそらく書いたら3ページ、2、3ページはいきます。まあ2ページ半ぐらいに収めたいと思う。ということはここでね気づかなきゃいけない、これ書く量多いぞということですね。で書く量多い問題どうするかというと、省略できることは省略する。つまりここも大人の自由でもほとんど青少年と同じところは書かないんですよ。同じだと違うところだけ書いて処理する。そうしていかないと答案の枚数も足りないし時間も足りないということになります。じゃあやっていきましょうね。大人じゃないや、売る側ね、販売側、でここでね販売側、皆さんどうやって書きました？何の権利でいきましょう。人権、簡単に言うと表現の自由なのか職業選択の自由なのかというところです。これどっちでいきます？表現の自由か職業選択の自由か、これなかなか難しいところですよね。表現の自由、確かに審査基準は上がりそうです。でもこれね表現の自由だとどういう規制になりますか？これね別の場所で売ればいいじゃないか、これ売る手段もあるんですよね。だから内容中立規制なんですよ。表現の自由って内容規制だったら勝てるかもしれないけど、内容中立規制ってなかなか勝てないですよね。なのでどうしようかなという悩みどころです。じゃあ職業選択の自由だったらどうか。職業選択の自由も勝てないですよ。でもこれね、まあ、目的2部の批判はありますけど、どっち消極積極、これどちらかというと消極目的規制になるでしょう。あ、となるとそんなに変わらないんじゃないかって話も出てきますよね。表現の自由の内容中立規制と職業選択の自由の消極目的規制、どっちで行こうか迷うところです。でおそらく2つ書く時間はない、だからここ皆さん決めてください。で私ならこれは職業選択で言います。なぜか、このお店の人たちはこの有害図書を売ることが表現の自由だと思ってるでしょうか？あんまり思ってないですよね。そういったポリシーを持ってる人がいやいやいや青少年にもこういう現実を見せることが教育にいいんだって信念を持ってて売ってれば、それは表現の自由だし、ひょっとしたらね勝てるかもしれない。でもそうじゃないですよね。おそらく利益を得るためにやってる。だから私だったら本筋の職業選択の方でいきます。ただ表現の自由でも間違いではありません。だから今の思考下で書きましょうか。表現の自由の、まあ、内容中立規制って捉えるか、
職業選択の自由。の自由の消極目的規制と捉えるか。まあ、表現の自由の内容中立規制が一般的には LRA で、職業選択が厳格な合理性なんで、一般論で言えばこっちの方がやや厳しい基準は使えます。でもそれ一般論ですし、このね1ランクぐらいだったら具体的事情でどれだけ、いくらでも動きます。正直だから実質的に変わらないと見ていいでしょう。そして私だったら今回本筋はこっちだということで、本筋っていうのは社会的事実を、実態を捉えるというのはこっちだとして、こっちで書きます。ただ表現の自由で書いても間違いではありません。よろしいでしょうか。で、一般論は省略してます。これ一般的な論証を書いてください。まず職業選択の自由は認められるけど、そこから営業の自由も認められるか、まあ、今回職業選択と営業の自由両方関わりますから、それは書いていってください。営業の自由の論証を書いて、で目的二分論は使っても使わなくても構いません。でも使うんだったら使って目的二分論を書いて、で今回消極目的だから厳格な合理性、まあ、ここまではあっさり書きましょう。厳格な合理性、でパターンごとに目的と手段の間の実質的関連性を論じていくということになります。よろしいでしょうか。で、まず1番は何かというと、第一にスーパーマーケット、コンビニの店舗、これから考えていきましょう。で1、スーパーマーケット、まあ、コンビニ等にしましょうか。でコンビニ等はどういう規制になってたかというと、8条1項で一切売れないんですよね。一切売れない。しかもこれね、結構よくできてるよね。8条の1項のカッコ4、文房具、スポーツ用品、玩具、娯楽用品、楽器。要するに青少年が行きそうな店は売っちゃダメということで、なかなかよくできてる条例であります。じゃあこれどうでしょう。目的は、ゾーニングと青少年の育成です。でさっきやった通り、青少年の育成は重要だけど、には重要でないでいいでしょう。じゃあ手段との間に実質的関連性があるかです。でここで事実をがっつり使ってください。例えば3ページ目の上から2行目の X のセリフに、日用品購入になんかに、そういうものがあると、市民にとって好ましくないとか、いろいろ、書いてあります。で、これを書いていく。で手段なんですけど、コンビニ等は一切売れない。これの実質的関連性を論じていきます。でこれね、違憲にも合憲にもできます。どっちでもできます。で
コンビニ等でも一切売れないことにすると青少年が一切見れないから、そういうところで育成に役立つんだってところを押していけば貢献になります。一方で、まあ、LRA じゃないからやりすぎだってあんまり言えないんですけど、それでもゾーニングじゃなくてね、区分じゃなくてコンビニ一切販売禁止っていうのはちょっとつながりがないんじゃないかといえば違憲になります。これどちらでも結構です。例えばね、こんな感じで書いていく、方法があります。で、これ確かに副次的な事業ではあるんです。で、この確かに副次的な事業っていうのは、コンビニ等っていうのは有害図書を販売することだけで利益を得ているわけではない。となるとこれ制約対応は緩やかな方ではあるということにつながります。しかし8条4項のゾーニングではなく、区分けではなく、一律禁止となると、ここまでいくと実質的な関連性が、欠けるって考える考え方もあります。これどちらでもいいですよ。いや、そうは言っても区分けで区分けでなく一律禁止することで目的達成ができるんだっていけば、実質的関連性はありますし、そうじゃないんだって、やりすぎなんだって考えれば実質的関連性なし。これどっちでもいいです。だからまあ実質的関連性なしにしましょうか。まあ違憲ということになるでしょう。じゃ次ね、コンビニ等の次は何かというと、学校の近く、規制区域内、生育域内どうでしょうか。で、規制区域内もいろんな考え方があります。でもこれね、よく考えると、まあ、学校の近くだから本とか買いやすいっていう考えですよね。でもそれって果たして正しいんでしょうか。だってね、そういう本を買う青少年って学校の近くでわざわざ買うわけないですよね。どっか行って買いますよね。って考えると、実質的関連性は疑問になっていく。これも合憲違憲どちらでも結構です。例えば違憲にしたいんでしたら、この区域内のみ規制しても意味がない、規制しても他で買える以上意味がない、あとね、これいろんな事情を指摘した方がいいんですけど、既得権益の主張、既得権益というと悪いように受け止める人もいるんですけど、これね、後出しじゃないですか。営業してよかったのが後からダメだよって言われた、いやそんなんだったら私は別のところに店舗を作りましたっていう人もいるかもしれない。これ後から営業禁止ということで、早く行ってよって話ですよね。これはね、やっぱり違憲に傾く事情ですよ。もうね、もう禁止区域に出店して起訴されたという話と全然違いますからね。すでに営業やってるんだけど後からダメって言われた、対応は厳しい。まあこの辺りを拾っていくと実質的関連性なしになるでしょう。もちろんありでも結構です。
よろしいでしょうか。はい、いいでしょうか。じゃあ次ね、さあ、本屋等ですよね、書店等、書店等はこれ全面禁止じゃない、売れる、でも区分してねという話になります。書店等は区分けを要求で、この辺りに来ると皆さん時間もないでしょうから、とにかく問題文の事実をバッと拾って結論出してやればいいということになります。で、確かにこれ公示等が要求される、この点で負担が大きいという声はありました。でもそうは言っても売り続けることができるんだから、しかし、対応すれば販売可能、でこの書店等だけね、あの審査基準変えていいと思います。私やっぱり違うじゃないですか、全面販売禁止と、これ区分けすれば売れるよって規制は全然違うので、制約対応これ緩やかなので、まあ、明白性の原則なんか使って、ここは合憲でもいいかもしれません。こんな感じで書いてやればいいということになるでしょう。よろしいでしょうか。でここまででね、あといろいろね実は拾いたいところもあります。でもね2時間だったらこれぐらいしか書けないなというので、いう意味でご紹介します。もっと触れるんだったら、例えばね、この条例に違反した時の不利益は何か、一回命令受けて、それから従わなかったら刑罰ということですよね。でこれ LRA の基準なんか使う時は、より緩やかな手段があるんじゃないかってところの当てはめに使えたりします。まあ、そういった、事情もどんどん拾っていけば、点数になります。あとね、3つぐらいあります。検閲、書くか、明確性の原則、明確性の原則、書くか、さらにですね、あれか、ハーソか、条例が法律の範囲内か、一応この3つの論点があります。でこれ書くべきかどうか、時間があるなら書いてください。やっぱり多少点数になります。検閲、ただ簡単にね、検閲は定義を書いて明らかに違うよねって書いていただければいい。で明確性の原則も正直論じる材料があまりないです、この問題だから。まあ不明確とまでは言えないみたいな書いて、条例が法律の範囲内か、で刑法175条は175条該当するもの以外をやっていいということではなくて放任する余地であるみたいに書いていけばすぐ書けます。そんな感じで書いていきましょう。ちょっとねレックの回答例があるので少し読んでいきたいと思います。で8ページからのレックの回答例で、先にね11ページ見てください。検閲のところから見ていきましょう。11ページの上側、上から5行目、第3検閲21の2項、該当性について。
条例案による規制は、事前に規制と書類の販売を包括的に禁止するものではあることから、21条2項の禁止する検閲に該当するのではないか。で、判例は検閲とは行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象とし、その前また一部の発表の禁止を目的として対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをその特質として備えるものを指すとする。したがって本件規制はすでに発表された図書を対象とするものであり、仮に規制を受けたとしても青少年はともかく成人はこれを入手する道が開かれている以上検閲に該当するとは言えない。まあ、こんな感じで書いていけばいいということになりますね。ただ実践的なことを言いますと、本当に時間がないときもっとシンプルでいいですよ。私は時間がないときこう書きます。検閲は判例の定義によると、失礼しました、判例の定義によると検閲は一切ね情報を出さないってことが必要ですね。全面的に禁止するってことが必要なんだけど、これは別途大人は入手する道があるから検閲ではない。これだったら2行ぐらいで書けるじゃないですか。もう時間あと1分しかない、こう書くんですよ。そうすると、あ、一応検閲触れてるなって点数つく、そういうことです。もう諦めない、この辺は。で、短く書くような訓練もしておいてください。これ当連とかねやっとく。あと1分しかない時にどう書くか、でこの人検閲分かってるんだってどうアピールするか、そういうことになります。では第4、条例の明確性。1、条例15条は刑事罰を定めており、31条との関係で条例案7条に規定する規制と書類についての定めが明確であることが要求される。また規制と書類を購入できなくなるものの21条1項によって保障される権利との関係においても、自由への萎縮的効果の排除のために条例案の明確性が要求される。で、これちょっとコメントしておきます。刑罰がある場合には31条で明確性が要求されます。一方、刑罰があってもなくても表現の自由を規制する立法に関しては21条1項で明確性が要求される。だから本文は表現の自由、まあ情報摂取の自由も表現の自由の一環として考えると、表現の自由の規制でかつ刑罰だから31条21条1項で両方明確性が要求されているということです。いいでしょうか。まあ結論はね変わらないんだけど、あ、両方使えるんだって書いとくとアピールになります、試験員の。いいでしょうか。で、2、ある刑罰法規が曖昧不明確のゆえに21条や31条に反すると認めるべきかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによってこれを決定すべきだ。これ絶対書いてくださいね。徳島市公安条例事件の規範を書いて、で3、条例案、7条本文においてことさらに性的感情を刺激する、道条2号において卑猥との抽象的な文言が用いられている。まあ、このあたりを指摘して不明確だって言っていくわけですね。で、しかしこれらの抽象的な文言をもって一般人が判断不能な基準であるとは認められない。で、ここなんですけど、もっと書きたい人はこう書いてください。今回ことさらに性的感情を刺激するとかだったら即規制なんですか？そうじゃないですよね。条例の7条見て、次の覚悟に掲げるものを撮影した画像または描写したとが、ことさらに性的感情を刺激する画像またはとがに限るを含む図書類を規制図書類とする。つまり性交または性交類似行為、衣服の全部または一部をつけないものの卑猥な死体、すなわちこれ性交性交類似行為、まあ、衣服をつけないものの卑猥な死体であって、かつことさらに性的感情を刺激するものって絞りの要件に使われてるんですよね。これ結構明確じゃないですか。このカッコ1カッコ2があることによってまあ明確になってる。そこはね指摘してやりたいところです。一方、このカッコ1カッコ2なかったら結構不明確かもしれない、そういうところですね。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。また規制の対象に、これもね時間があったら拾ってください。11ページです。漫画やアニメ
など絵による描写も含むものとされることになるが、条例案7条本文では描写したトガとあり、一般人としては漫画やアニメも、トガのうちと考えるのが通常と言える。したがって本件条例が不明確であるとは言えないということになります。で、今回の問題ではそこまで求められないでないとは思いますが、これね、漫画やアニメと写真は別途に考えるって考え方も当然ありますよ。あの21条1項とかの判断において。で、今回そこまでね論じてる暇はないと思いますが、もしね、そういった方向で論じられてたら加点だと思います。じゃあ次、第5、刑法175条との抵触。条例案は刑法175条よりも規制対象が広範であり、法律の範囲内を超えるものとして無効とはならないか。で、2番、条例が法律の範囲内と言えるかは、この規範書いてください。両者の対象事項と規定文言を比較するのみではなく、それぞれの趣旨目的内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって決せられるべきである。徳島市公安条例に関する判例も同様の判事を行っているということになります。で、3、ここで本件条例が憲法175条の目的や効果を阻害するものとは言えない。また本刑法175条は規制最小行為を猥褻物の頒布や陳列に限定しており、それ以外の行為については地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨であると考えられる。まあ、こういった考え方ではいいですね。こういうふうに書いていけばいいということです。こういうところで条例の範囲内どうやって当てはめをすればいいか、盗んでくださいね。条例の範囲内ってよく出ますからね。で、あと書き方としては、私がさっき口頭で申し上げた、もうこれ放任する趣旨なんだと。要するに刑法175条っていうのは該当行為以外をやっていいよって認めた規定ではないんだ。該当行為以外は知らないよと、そういう規定なんだって書いていけばいいということになります。じゃあ矛盾抵触はなく法律の範囲内では、ちょっと回答例8ページからまた見ていきましょう。第1、規制と書類を購入する側の憲法上の権利との関係について。1、青少年に対する影響について。過去1、憲法21条1項は表現の自由を保障しているが、表現の自由には情報を受領し情報にアクセスする自由も含まれると考えるべきである。なぜなら、およそ各人が自由に情報に接し、これを摂取する機会を持つことは、そのものが個人としての自己の思想及び人格を形成発展させていく上において書くことのできないものであるからである。で、未決公金者の新聞閲覧に対する制限が問題となった判例においても同様の指摘がなされている。これ非常にいい書き方ですね。情報摂取の自由も表現の自由に含まれる、その理由という形で書いています。で、青少年にも当然上記権利は認められていると考えるべきであるところ、善良かつ健全な市民生活を守る市環境保護条例以下条例案という7条で規制と書類とされている情報にアクセスする権利も21条1項により、保障されていると言える、そういうことですよね。で、過去に、ここで条例案8条3項により青少年は規制と書類を店舗において取り扱う事業者から規制と書類を購入等することができなくなり、規制と書類と指定された図書にアクセスする権利を制約することとなる。で、括弧3、しかし条例案は青少年の上記権利を不当に制約するものとは言えない。あ、上述の権利保障根拠において述べた事情に鑑みると、青少年の上記権利は非常に重要なものであると言える。で、また上記制約は規制と書類という特定の表現内容の参入を禁止したり不利に扱ったりすることで、国家権力や思想の自由市場の働きに歪みをもたらす恐れのある規制であると言えるから、慎重に審査すべきである。で、ここもまあ非常に内容規制的だから慎重に審査すべきであるって非常にいいんですけど、ここでやっぱりね、内容規制でも今回エロ表現ですよね、そんなものも保障されるのかっていうのは一言書いてほしかったところです。一言でいいんですよ。一言で反論していけばそれも点数になります。で、さらに上記制約は事前抑制的な側面を有していることは否めないところ、逆にこれはいいですよね。事前抑制的な性質があるんだ。事前抑制は抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現の自由を保障し検閲を禁止する21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうると考えるべきである。で、ここでパターナリスティック入れる。一方で成人と異なり、
判断能力の未熟な青少年自身を保護するため、パターナリズムに基づいて青少年自身の自由を制約することも正当化されると考えるべきである。そこで上記制約の正当化判断に際しては、目的が重要か実質的関連性が認められるかという基準で書いていく。で次、いいね。上記制約の目的は青少年の健全な育成のために必要な環境の整備を図ることである。で、白分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪影響を及ぼす図書の販売を規制することは上記パターナリズム的思想からも支持できるものであり、目的は重要であると言える。で、ここでちょっとコメントをしておきましょう。本門の条例の目的ってこれだけですか？まずね、2ページ目開いてください。問題文、第1問のここら辺に、すると青少年の健全な育成を図ることだけが目的となるわけではないのですよね。そうです、青少年の健全な育成とともに羞恥心や不快感を覚えるような卑猥な書籍等がそれらをおよそ買うつもりのない人たちの目にむやみに触れることがないようにすることも狙いですと言ってる。ただこれがそのまま立法目的となるわけでもないです。なぜか、立法目的は当然立法から判断される、動機の解釈は許されません。なぜその立法を作ったのかという。ただし、条例の1条を見てください。この条例は性風俗に関わる善良な市民の価値観を尊重するとともに、青少年の健全の育成のために必要な環境の整備を図り、もって善良かつ健全な市民生活を守り、A 氏の健全で文化的な環境を保持することを目的とする。ただこの1条の文言に限定されるわけでもないんです。目的は立法目的はいいですか、法律の目的を解釈するんです。解釈の限度では広げていいんですよ。まずそれね。なのでここに善良かつ健全な市民生活書いてますね。これを解釈すると、見たくないものが見なくていいって解釈できるので、やっぱりそれも立法目的に入れなければなりません。結局ね、善良かつ健全な市民生活って書いてるから、だから、これも立法目的になります。じゃあ次行きましょう。で、上記制約の手段は青少年に対する規制図書類の対面販売との一律禁止である。で、青少年が規制図書類を購入すること自体を抑制することができなければ、先の目的を達成することもできないから、規制の対象となる図書類が明確になっており、市政が介入する余地が少ない。したがって上記手段は先の目的と実質的関連性を有すると言える。判例も自動販売機での有害図書の販売を禁止する岐阜県青少年保護育成条例を合憲としている。以上より条例案は不当に制約するものとは言えないということになっています。では9ページいきましょう。で、2、18歳以上の人に対する影響について見ていきましょう。括弧1、表現の自由には情報を受領し情報にアクセスする自由も含まれると考えるべきであることは前述した通りであるが、18歳以上のものについても先述の権利が保障される。まあそうですね。で、括弧に、条例案8条1項及び同条2項は営業店舗の販売物品の性質や場所的特性に着目して事業者の規制図書類の販売等を禁止している。当該規定により18歳以上のものであっても、これまで規制図書類を購入していた店舗で規制図書類を購入することができなくなり、規制図書類と指定された図書にアクセスする権利が制約されることとなる。で、括弧3ですね。ここで条例案は18歳以上のものの、上記権利を不当に制約するものである。で、上述の権利 保障根拠において述べた事情に鑑みると、18歳以上のものの上記権利は非常に重要なものであると言える。また規制対応としては内容規制及び事前抑制の性質を有するものであると言えるから、審査は慎重にされるべきである。で、ここはね、考え方分かれます。私はね、これ内容規制ではないと思う、大人に対しては。だって大人他のところで買えるから。でも一応内容に着目した規制という意味では内容規制ということもできる。ただまあ規制対応としてはそんなに厳しくないので、私は内容規制っていうとちょっとあれかなとは思います。まあここは言葉の定義の問題です。で、次、
条例案1条には性風俗にかかる善良な市民の価値観を尊重することや善良かつ健全な市民生活を守り、 A 市の健全で文化的な環境を保持することという目的が掲げられており、地方自治体の重要な責務として地域の市民生活の環境整備を進め、善良かつ健全で文化的な環境を保持することが認められることから上記目的は必要不可欠といえます。じゃあ次ね、上記制約により18歳以上のものであっても主に日用品等を扱う店舗や学校周辺の店舗で規制図書類を購入することはできなくなる。まあ場所は限られますよね。でここでそもそも条例案8条1項による制限を受けるのは約600店舗で、条例案8条2項による規制区域が市全体の面積に占める割合は 20% 程度で、ここでまあちょっと省略してますけど、まあいろんな事情を拾って、まあ、過剰な制約じゃないかということを書いていってくるわけですね。でだから意見だと言っております。じゃあ次、9ページのここは22条1項を書いて10ページ目に行って、でパターン別に分けて書いているということです。ちょっとこれ時間の関係上省略しますけど、後でざっと見ておいてください。で憲法なんですけど、憲法ね、やっぱり憲法理論を使う必要はあります。ただその憲法理論を使って論述内容は結構自由です。なので自分なりの枠組みを抑えてしっかり書いていけば、これね結構点数取れますよ。憲法苦手な方多いんで、で憲法苦手だからやらないって方いるんですけど、少ない知識で点数上がる科目でもあるんでね、ぜひね、来年まあ受けられるかどうか分かんないでしょうけど、来年受けるときは憲法、しっかり書いて得点源にしていってください。では行政法を参りましょう。で行政法の非常にいい問題です。で理論的に難しい点もいっぱいあるんですよ。で理論的にいっぱい難しい点もあるんですけど、そこはあまり触れずに書いていくということです。要するにこういう話ですよね。C が宗教法人 A、 宗教法人 A に行って墓地経営をしようと言い出した。でここで墓地経営をしようとして許可申請をした。で B 市長に許可申請した。でここで C は株式会社なんだけど A は宗教法人、一体じゃないかという疑惑も一応あるわけです。しかしながらこの墓地の近くに墓地経営が嫌だっていう D と E がですね、D がですね E をそそのかしてここに、福祉サービスの施設を建てたんですね。福祉サービス施設、このサービス施設が建てたのが E さんです。でこの墓地からの距離は約80メートル。で D さんは E をそそのかして福祉サービス施設をそそのかし作らせたわけですけど、 D さんの墓地は、ここ300メートルある、こういう話ですね。なかなか面白い事例です。でこれ論じることは何かというと、 B が A に許可処分したときに E に取り消しの原告適格があるか、80メートルで福祉サービスを運営している、でさらに D、 300メートル先の墓地経営の D に原告適格があるかということです。そしてそこでの原告適格の検討ではここのそそのかしの事情は入れるなとはっきり書いてます、法律事務所の会議録に。そういうことですね。 E と D の原告適格、あとは B が A にまあ、許可処分をした時の違法性と不許可処分にした時の違法性を考えようという問題で、原告適格とまあ行政処分の話になってきます。よろしいでしょうか。で行政法の問題は問題文をなめるように読んだ後に法律事務所の会議録、今回検討会議か、検討会議の会議録をなめるように読んでおいてください。
この誘導に乗らなければなりません。てかね、行政法も苦手な方は多いかもしれません。私ね、行政法得意だったんですけど、正直言うと司法試験の行政法はこの会議録があることによってめちゃくちゃ簡単になってます。だって論点書いてるんだもん。本来はこの会議録がないのが普通の問題です。だから会議録はもう利用してやろうと思ってください。というわけで会議録見ましょう。で、弁護士 F に2段落目ね。法10条1項の具体的な許可要件や手続きを定める条例の法的性質にはさまざまな見解があり、また地方公共団体によっても扱いが異なるようです。本日の検討では本件条例は法10条1項の許可要件や手続きにつき少なくとも最低限遵守しなければならない事項を具体的に定めたものであるという前提で検討しましょう。これ意味わかりますか？これね、法10条を見てください。墓地納骨堂または火葬場を経営しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない。で、この要件が条例で定められてるんですよね。条例ですよ。普通これなんか裁量基準かなんかで定めそうですよね。でも条例で定めてるというなかなか面白いケースです。で、これなんだからこの条例の法的性質に争いがあるけど最低限の要件を定めたものって書いてますよね。ということはいい？法10条があって条例が最低限の要件を定めた。ということは条例の要件のほかに法10条によって B 市長に裁量がある、要件裁量があると考えることも十分可能なんですね。その意味を言ってますよ、ここ。要件裁量、要するに法10条の文言って極めて抽象的だし、墓地の許可にあたっては、専門的判断も必要だ、だから要件裁量があるんだってロジックは成り立つ。ところが条例で最低、要件が定められてる。でも条例は最低限の要件だからそれ以外の要件を B 市長が考えることができる、そういう規定ですよ、そういう意味ですよ。ここの会議録はいいでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあ次、総務部長ね。分かりました。ではまず本市が本件申請に対して本件許可処分を行った場合の法的問題について検討しましょう。この場合 D および E が原告となって本件許可処分の取り消しを求めて取り消し訴訟を提起することが考えられます。このような訴訟は法的に可能なのでしょうか。で、弁護士 F が原告的確を有するかってことを言ってます。で、環境部長、まず D についてはすでに D の墓地は余り気味で空き区画が出ているそうです。本件墓地は規模が大きく、本件墓地の経営が始まると D は自らの墓地経営が立ち行かなくなるのではないかと懸念しています。で、墓地経営には公益性と安定性が必要であり、墓地の経営者の経営悪化によって墓地の管理が不十分となることは法の趣旨目的から適切ではないと考えることもできるでしょうね。そのことと本件条例が墓地の経営主体を制限していることとの関連も検討する必要があります。ここ意味わかりますか？これすごい大事ですよ。つまり、はい、墓地経営の D がここの許可に関しての原告的確を有するにあたってはこのすでに存在する墓地経営の業者の既得権益を保護する趣旨であるかどうか、本件条例がね、そこを論じなさいと言ってるわけです。で、その関連として条例3条をご覧ください。条例3条は墓地等を経営することができるものは原則として地方公共団体、ただし次の各号のいずれかに該当し B 市長が適当と認める場合はこの限りでない、括弧1宗教法人、括弧2公益社団法人、また財団法人、限ってるわけですね。宗教法人、公益法人、ここをどうするかという話です。で、次、環境部長、次に E については D 所有と土地に本件事業所を置いています。で、 E は
本件墓地の経営が始まることにより、本件事業所周辺において本件説明会で周辺住民が指摘したのと同様の生活環境及び衛生環境の悪化が生じ、本件事務所の事業所の業務に無視できない影響を与える懸念があると考えています。で、本件事業所の利用者は数日間滞在することもありますので、その限りでは住宅の居住者と変わりはない。で、総務部長、で、原告適格が認められるべきであるとしてどのような主張を行うことが考えられるか、で、裁判所がどのような判断をするか、つまり原告適格を検討しなさいということです。はい、じゃあ皆さん原告適格検討しましょう。どうやります？9条2項の要件に当てはめて考えていきますか。いや、素晴らしい、まさにそれが回答なんですけど、実際9条2項の当てはめってできます？これね、まあ、せっかく来ていただいたんで私の発想をしますね。これおそらく実務家の発想に近いんですけど、9条2項を見て、条例見て当てはめる、これは正しいですよ、全く正しいやり方なんですけど、実務家の発想は違う。まず条例見て原告適格にプラスになりそうな条文とマイナスになりそうな条文を徹底的に拾うんです。そこからスタート。まず分かりますよね、大体感覚としては。だから例えばね、じゃじゃん、18ページ関係法令見ましょう。第1条、この法律は墓地、納骨堂または火葬場の管理および埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする。はい、この条文は原告適格の基礎付けに使えますか、使えませんか。単独では使えません。しかしながら他の条文と合わせて基礎付ける可能性はあります。そういう条文ですね。だからこれは例えば三角とかつけておくわけです。合わせ技でなんとかなるから。はい、じゃあ条例ね、第1条、この条例は墓地埋葬等に関する法律、10条の規定により経営の許可等に関わる事前手続き及び墓地、納骨堂または火葬場の設置場所構造及び管理の基準その他の事項を定めるものとする。これはなんか使えなそうですね、あんまり。じゃあ3条、墓地経営の主体の制限、これどうか。これは三角で、これ趣旨によりますよね。この条文の趣旨によります。つまり第三条が宗教法人とか財団法人に限ったのは、みんな参入してきて経営が悪化しないようにしましょうっていう趣旨ならば原告適格を基礎付ける、そうじゃないならば基礎付けないという条文ですよね。これ趣旨によるということです。はい、第6条、説明会の開催、はい、これ基礎付けますよ。説明会を開催するということはみんなに気を配ってるということになります。法10条1項の規定による経営の許可を受けて墓地等を経営しようとする者は、当該許可の申請に先立って規則で定めるところにより墓地の設置等の計画について周知させるための説明会を開催し、速やかにその説明会の内容と市長に報告しなければならない。で、例えばね、これがありますね。で、9条許可申請で2の例えば4号、周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにしたつね。これ100メートル以内のなんか気を配っているような根拠になりますね。で、さらに19ページって13条、はい、これめちゃくちゃ重要、墓地及び火葬場は次の覚悟に定める者の敷地から100メートル以上離れていなければならない。ただし市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときはこの限りでない、括弧1住宅括弧2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う施設。あ、じゃあこの住宅とか施設の、まあ、居住者とか経営者とか所有者だったらひょっとしたら原告適格認められるかもしれないなってきますよね。100メートルです、100メートル、これ一つキーになってきますよね。で、墓地及び火葬場飲料水を汚染する恐れのない場所、あ、だからこれ周囲の環境とかで気を配ってるんだな。で、3個、墓地等の土地については当該墓地等の経営者が当該墓地等の土地を所有し、かつ当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただ市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときはこの限りでないということになります。で、14条で、これもね結構使えますよ。墓地には次の覚悟に掲げる構造設備を設けなければならない。ただ市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときはこの限りでない。
で外から見通せないようにしましょうとか、で2個、生活環境と調和するようにしましょう。これらをピックアップして、あとはつなげていくだけです、原告的確で。もう時間がないんでね、早速回答例見ましょう。第1、設問括弧1です。1、 D は A が墓地を経営していようとする。本県土地から約300メートル離れた土地で墓地を実際に経営しているものである。でまた E は本県土地から80メートル離れた土地で障害福祉サービス事業所を営むものである。で A に対する本県許可処分の取り消し訴訟において、 D および E に原告的確が認められるか、法律上の意義と関連して問題となる。で法律上の利益は何かって書いてきます。で A2で、ここで本件許可処分の根拠法令は、墓地埋葬等に関する法律10条であるが、同条には許可の要件が定められていない。そこで B、C、墓地等の経営の許可等に関する条例が許可の最低限の要件を定めている。そしてこの条例も本件許可処分の根拠法令といえる。これは書いてくださいね、つながりつけなきゃダメですよ、条例と法律のつながり、これも適当でいいです、こんな感じで。でさらにどっかに、行訴9条2項3章も入れておいてください。行訴9条2項3章行訴9条2項3章と入れておいてください。じゃあ次行きましょう。法1条は墓地の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他の公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする。そして条例は外部から墳墓を見通すことができないようにする措置や、周辺等の生活環境と調和するように配慮することを求めている。なんでこれ法1条から条例いきなり飛んだんでしょうか。これね、要するに法1条の国民の宗教的感情、公衆衛生、公共の福祉、この段階では極めて抽象的です。でもこの法1条の目的が条例によってどんどん具体的に保障されてるんだよ。そういう動きを出したいからこういう書き方になってるわけです。いやいや、これは抽象的じゃなくて条例に実際に墳墓を見通すことができないようにする措置、これ取れと言ってるんだ。じゃあ周りの周辺の宗教的感情に気を配ってるよね、そっちで行きたいわけですね。で周辺との生活環境と調和するように配慮することを求めている。さらに条例6条は本件許可にあたり説明会を開催しなければならないと定めている。そして条例9条第2項4で墓地の100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面の提出を求め、条例13条1項では住宅や障害福祉サービスを行う施設から100メートル以上離れていなければ、公衆衛生その他の公共の福祉の見地から支障がないと認める場合を除き、不許可とする旨に定められている。で確かに法1条のみを見ると周辺住民との利益は具体的に、抽象的にしか考慮されていないようにも思える。しかし本件許可にあたり具体的な要件や手続きを定めた条例の規定を考慮すると、墓地から100メートル以内に居住する者や障害福祉サービスを行う施設を運営する者やその利用者、かっこ利用者は数日間滞在するので居住者と変わりはないの生活環境は公衆衛生を法令は具体的に保障していると書いてある。こんな感じで書いていくんです。9条2項に当てはめよう当てはめようとするとなかなか難しいことがある。なぜかというと9条2項の考慮要素全部入っているわけではないから。だからそれよりも結論からのアプローチ、こういった条文がありますで、こういった条文を総合考慮すると具体的に法令は保護してるんです、ここがゴールね、って持ってった方が書きやすいです。じゃあ次ね、したがって墓地から100メートル以内に居住する者や障害福祉サービスを行う施設を運営する者やその利用者には原告的確が認められる、よって E には原告的確が認められる。じゃあ3で、上記法令によっては B には原告的確が認められなさそうである。でも条例3条があります、これの処理をしましょう。しかし条例3条は墓地等を経営することができるものを地方公共団体、宗教法人、公益法人等に限定している。この条例3条を根拠に本件許可によって墓地経営を圧迫で21ページいってください、される恐れがある D に原告的確を認めることはできないかという話になってきます。
で、ここで条例3条が許可の対象を公共団体のほかは宗教団体及び公益法人等に限定した趣旨は、で、この趣旨をどう認定するか。例えばこんな感じで考えられます。営利法人が墓地等を営むことは住民の宗教的感情に合致しないので許可しない点にあり、既存の墓地を経営する宗教法人等の既得権益について配慮しているわけではない。このことは墓地と墓地の間に距離制限を設ける規定や需給調整の規定がないことからも明らかである。まあ、こんな感じに書いてあるのが一つの筋です。一方でこれだったら原告適格が認められません。でね、逆に原告適格これ認めたいんだっていう人はこう考えてください。これ条例見たら需給調整とかないけど、B 市長の裁量でそれを考慮できるって考えると、まあありえなくはないのかなというところです。ただまあやっぱり条例だけで見ていった方が書きやすいと思うので、まあこれはちょっと難しいのかなというところではあります。じゃあよろしいでしょうか。じゃあ次、設問1括弧2絡みで会議録また見ていきましょう。16ページご覧ください。16ページの下から3行目です、下から3段落目です。次に仮に原告適格が認められるとした場合、本件許可処分の違法事由としてどのような主張がされるのか。主張される違法事由については D と E とで重複が見られますので、本日は E の立場からの主張のみを検討したいと思います。で、E はまず本件事業所が D 所有土地に存在することで本件許可処分は本件条例13条1項の規定に違反すると主張しています。で、そのような主張がされた場合、本市としてはどのように反論するのか考えておく必要がある。で、弁護士 F、 そうですね、また本件においては仮に本件墓地の経営許可を阻止するため D と E が協力して本件事業所を意図的に D 所有土地に設置したという事情があるならば、このような事情を距離制限規定との関係で法的とどのように評価すべきかについても検討する必要がありそうです。これ意図的に設置したのどうするかというところです。で、17ページ、これ重要ですよ。 F 先生が今指摘された事情は E の原告適格に関しても問題になるのではないでしょうか。実際に問題になるけど、それは書くなと言ってるんです。ここで原告適格の問題として整理する余地もあると思います。しかし本日の検討では原告適格ではなく本案の主張として、考えておきたいと思います。で、環境部長で、本件許可処分の他の違法事由としては E は本件墓地の実質的な経営者を A ではなく C で、本件墓地の実質的な経営者が A と C のいずれかであるかは検討を要する。で、仮に C であるとした場合、法的問題があるか、これ違法となるんじゃないかということです。で、さらにもう読み上げ省略しますけど、事故の法律上の利益と関係ないのではないか。だからこの3点を論じろということですよね。じゃあこの3点どう考えていきましょうか。で、この3点はこれ自分なりに考えていかなければなりません。まず1つ目、これですよね、はい、D が E をそそのかして福祉サービス施設を A の墓地経営を不許可とするためにあえて80メートルのところに作った、これをどう評価するかということです。で、この事例を見て皆様は与野目町の事件、特殊個室付き公衆浴場かの事件を思い浮かんだかもしれません。でもあれは行政もグルですよね。行政側と結託してやってる事情です。本門は行政と関係ない D と E がやっているっていうところに本質があります。で、行政側としてはこの D と E の、まあ、権利乱用みたいな目的を把握したときに不許可にするのか許可にするのか、そういったことが求められているわけです。で、これ自分なりに考えて書いていけばいいところです。じゃあ回答例見ましょう。21ページです。第2設問1括弧2です。1、まず本件土地に約80メートル離れた土地には E の事業所があり、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地からも支障があるので条例13条1項に違反するとの主張も考えられる。で、これに対し市側は D と E が協力して本件事業所を意図的に本件土地から80メートルの D 所有土地に設置したという事情があり、当該事情を考慮すると本件事業所設置がないものとして許可処分をしたことは、適法だと主張すると考えられる。まあそうですね。だからこれを要するにそそのかしたんだから、これ存在しないとして許可をしたんだっていう主張です。
で、この点、D が墓地経営の悪化や廃業を恐れ、親族である障害福祉サービスを営む法人 E の代表者に働きかけ、A の墓地経営を阻止するために、必要もないのに E が D 土地に事業所を移転した事実が認められる。とすれば D 及び E が距離制限違反を主張して A の開業を阻止するのは権利の乱用といえ、まあ、これいろんな書き方がありますけど、まずこの書き方はこの D と E の開業行為が権利乱用だってまず持ってきます。で、逆に言うとこう書いてきます。 E には保護されるべき利益がないんだと。権利乱用しているものだから E さん保護しなくていいよということは、よって C 側はが E には保護されるべき利益がないとして条例13条以降適用しなかった行為は適法である。まあ、こう持っていけるわけです。なおこの点も触れたいところ、 E は利用者の利益は別途保護されるべきと主張するかもしれないが、これね、障害福祉サービス施設で元の利用者も一緒についてきたんですよね、ほとんど。ということはこれ E さんは仕方ないですよ、施設の利用者の利益は保護されるべきじゃないかって考え方もあるでしょう。一応一言触れておきたいところです。でもまあそこまでやると時間がないので、利用者は他の施設を利用できる以上その点は考慮しなくてよい。まあこれぐらいで流しましょう。よろしいでしょうか。じゃあ次ね、 A2、 次に本件墓地の実質的な経営者は A ではなく C であり、C は株式会社であるので条例3条に反するとの主張をしてくると考えられる。で、これに対し A と C はあくまで法人格は別であり、経営者は A と考えられる。また法人格否認の法理や広報関係には妥当しないとの C 側の反論が考えられる。で、ここはこの問わないは法人格否認だと論じました。ただ法人格否認だと論じなくても実質的に一体だって論じていってもそれは構いません。まあ、どういう枠組みで論じるかは、問われてないと思います。じゃあ次ですね。で、確かに宗教法人 A は取引先である、あ、ここからか。この点、法人格否認の法理も法の一般法理である以上広報関係にも適用されるって書いて、じゃあ A と C が同一かって観点からこの答案例は論じていきます。で、確かに宗教法人 A は取引先である C から墓地経営を提案され、また無利息で融資を受けたという事情はある。しかし A も C もそれぞれ活動実態がある法人であり、たまたま墓地経営に関して協力関係に至ったに過ぎない。また会計区分の欠如や代表者の共通性などの事情もない。で、これ、まあ、ちょっと行政法から離れて会社法で考えると A と C 法人格否認されないですよね。ちょっと会社法だったら無理がある。で、この答案例はその会社法の考え方をそのまま持ってきた答案例です。まあ、知ってる理論の方が書きやすいと思ってそういう答案例になってます。したがって A と C の法人格は同一とは言えない。よって C 側が条例3条を適用しなかったことは適法である。で、さらに求められているのは、なお E はそもそも自己の法律上の利益と関連しない法人格否認の法理を主張できない。で、これ何でかというと、法人格を否認するか否か、すなわち A と C を同一と見て不許可処分をするか否かは条例3条の問題である。で、しかし第一で述べたように、条例3条が許可の対象を公共団体のほかは宗教団体および公益法人等に限定した趣旨、これから論じていきます。趣旨は、営利法人が墓地等を営むことは住民の宗教的感情に合致しないので許可しない点にあり、既存の墓地を経営する宗教法人等の既得権益について配慮しているわけではない。したがって条例3条違反の主張は単なる公益違反の主張であって、自己の法律上の利益と関連していないということになります。で、ここね、条例3条の趣旨って結構大事なんですよ。で、原告的確にもこの行訴10条1項の話にも絡んできます。まあ、まとめますとね、この条例3条の趣旨を宗教的感情等の公益目的の規定と解するとしましょう。そうすると D は
原告適格がないし、条例3条違反を主張できないということになります。だからこれは行訴の10条1項ね。ということで条例3条の趣旨が原告適格の問題にも影響するし、行訴10条1項の適用関係にも影響を与える、そういうことになります。一方で条例3条をこれ受給調整含む、すると D は原告適格あり、条例3条違反を主張できるということになります。そういうことになりますので、今回条例3条の趣旨をどう解するか、これが一つのメインテーマになっているわけです。よろしいでしょうか。じゃあ最後設問に行きましょう。17ページの会議録、真ん中のね環境部長、ここを見てください。下から 1,2,3,4,5,6,7 個目ね。環境部では本件不許可処分をする場合の処分理由として次のことを考えています。本件墓地周辺の生活環境及び衛生環境が悪化する懸念から周辺住民の反対運動が激しくなったこと、 D の墓地を含む B 市内の墓地の供給が過剰となりそれらの経営に悪影響が及ぶこと、本件事業所が本件土地から80メートル離れた位置にあることの3点です。で、U については先ほど検討しましたので本件不許可処分の問題としては検討を省略しましょう。まず姉、ね、周辺住民の反対運動、環境部長、 A は本件墓地の設置にあたっては植栽を行うなど周辺の生活環境と調和するよう十分配慮していると言えますが、住民の多くはそれでは十分ではないと考えています。次に括弧 E についてですが、本件墓地の経営は B 市内の既存の墓地に対して大きな影響を与えるのですか、 D の墓地を含めて B 市内には複数の墓地がありますがいずれも供給過剰気味で空き区画が目立つ、本件墓地の経営が始まれば D の墓地のような小規模な墓地は経営が破綻、これらを処分理由とできるかということです。でそもそもね、この B 市長って裁量があるんですか、意味わかりますね。要するに条例の基準を満たしたら必ず許可を与えなければならないのか、それとも条例10条以外の事項を考慮して判断できるのか。でこれに関しては問題文でも設定がありました。先ほども述べた通り問題文の最初で条例は最低限の要件を定めたものだから裁量があることを前提に論じてくれという指示がありましたので、この指示に乗っかっていきます。まずここに乗っかれたかどうか、これ一つ大事なことです。じゃあ乗っかってますよとアピールするために答案例を見ていきましょう。でこの回答例は乗っかってますよってアピールする感じで一応そこも触れました。1、まあ、これ前提なんで書かなくてもいいと言えば書かなくてもいいんですけど一応書いておきます。まず A は10条の許可には市長に裁量がなく法と条例の要件を満たしている以上必ず許可をしなければならないと主張することが考えられる、これ一つあります。で一方で B 氏は市長に裁量があると反論することが考えられる。でこの点墓地の経営許可に関しては B 市長に裁量が認められる。なぜなら根拠法令である法10条は許可に関し何らの要件を定めていない。要件定めてないってことは裁量がある方向に行きますよね。
で、また条例は許可の最低限の要件を定めただけである。許可にあたっては公衆衛生や周囲の生活環境、住民の宗教的感情との適合性などの専門的技術的判断が必要だからである。で、裁量を導いて2、次に A は周辺住民の反対運動や墓地の供給過剰を考慮して許可をしないことは裁量権の逸脱乱用があると主張しましょう。一方で B は裁量の範囲内と主張する。この点、生活環境及び衛生環境が悪化する懸念から、周辺住民の反対運動が激化したことを考慮したことは適法であると考えられる。で、ここで考慮して良いかどうかはやっぱり条例の趣旨です。条例がそこに配慮してれば当然考慮していいし、配慮していないならば考慮しちゃダメですよね。行政法って結局法律とか条例、これ与えられてますから、そこをもとに論じていく。結局法律の趣旨、条例の趣旨、ここから論じる科目であります。憲法じゃないからね。見ていきましょう。で、なぜなら第一で述べたように、条例は外部から墳墓を見通すことができないようにする措置、これ取れと言ってますよね。条例14条(1)、周辺との生活環境と調和するよう配慮することを求めている。で、さらに条例6条は本件許可にあたり説明会を開催しなければならないと定める。とすれば、条例は周辺の生活環境との調和のみならず、説明会開催という点で周辺住民の理解が得られているか否かについて配慮していると言える。とすると、市長は周辺住民の反対運動激化を考慮して本件不許可処分をしてよいということになります。法の条例の趣旨から論じます。一方で、第一で述べたように本件条例は既存の墓地を経営する宗教法人との既得権益については配慮していない。結局ここも条例3条が出てくるわけですので、受給関係を考慮することは他事考慮であり、裁量権の逸脱乱用となる。まあ、こういうふうに論じていくということです。で、もちろんこれ結論はどちらでも構いません。いろんな筋があると思います。ただ一つの回答例としてこれは、参考にしてください。で、この回答例はね、実際に、合格者の人が2時間で書き上げた答案なんで6ページになってます。憲法はね、もうちょっと時間かけてると思います。そういったものです。で、ちょっと行政法に関して補足をしておきます。でね、この行政法ね、すごく難しい点も実はあるんですよ、理論的に。これは突っ込んだらダメだよという意味で、ちょっとご紹介しておきます。法10条に墓地の許可の要件がありますよ。でも法10条には要件が定めてませんよ。ということは B 市長に裁量がありますよ。これはいいですね。ここまではいいでしょう。で、 B 市長に裁量がある。でも裁量は場当たり的判断になったら困るから規則にしましょう。裁量基準だ、はい、B 市長は裁量基準を作りました。これはごくごく普通のことです。でも本門は裁量基準じゃないです、条例です。条例って誰が作りますか？市長ですか？違いますよね。地方議会ですよね。作る人は違うんですよ。となると、この議会が作った条例で、これ議会ね、地方議会、 B 市長の裁量権を縛ってるんですね。これされるんですか？これで、これね、国会と内閣だったら憲法の問題なんだけど、これ地方自治の問題なんで、一応行政法の守備範囲なんですよ。一応こういった難しい話が出てきます。実はそうですよね。地方議会が作った条例で B 市長の裁量を制限して、なんかこれ許されないようにも思いますよね。で、これね、国バージョンだったら、国バージョンだったら措置法の問題になります。措置法の問題って何かというと、本来内閣が作る具体的な行政処分をする権限を国会が奪って、
処分的法律を作る。これは憲法で有名な論点ですよね。内閣が、行政処分というのは内閣ができるのに国会がしちゃう。これを処分的法律と言いました。で、これは、まあ、通説によると許される。で、まあ、措置法の理由付けを各自論証を見ておいていただきたいんですけど、よくあるのが、肥大化する行政権から、行政権から権限を奪うことは実質的に見て三権分立に反しない。実質的に見て三権分立に反しない。まあこれ憲法の復習ですけど、まあこんな他にも理由付けありますけど、こんな理屈で処分的法律は OK、 合憲だとするのがよくある考え方でした。でこの考えロジックを生かすと、まあこれと全く同じではないですよ。 B 市長が行政、地方議会が立法って完全な役割分担ではないです、地方の場合。でも似たような考え方を使えますよね。暴走しがちな市長の裁量を民主的コントロール下にある議会が制限するんだってことで、まあ、正当化は可能でしょう。要するにこれ市長を民主的基盤のある議会がコントロールまあ、下とパラレルに考えるとこうなります。市長を民主的基盤ある議会がコントロールする。でもここで場合によってはね、地方自治詳しい方というか常識的に考えて、市長もね実はこっち選ばれてるんですよ。そこどう乗り越えるかというのはあります。どっちも民主的じゃないかっていうと、これはやっぱりその牽制し合うのが重要ぐらいで落ち着けておくしかないでしょうね。これすごい難しい問題です。地方自治の場合は B 市長も民主的権限基盤ありますよ。条例だって民主的基盤があるっていう地方自治は両方とも選ばれてるからね、難しい側面はあります。でこれね、100人に1人ぐらい気づいちゃうと思うんですけど、これはね書かない方がいいですよ。もちろん書いたらね糧になるかもしれないけど、これだったら原告適格の当てはめを丁寧にしていった方がよっぽど点数つきますよね。なのでひらめいちゃうかもしれない、ひらめきはいいんだけど、そっと置いといてください。それはいいでしょうか。はい、じゃあね、今回ね、まあ憲法も行政法もなかなかいい問題でした。でぜひね、受けられた方再現答案作ってくださいね。再現答案作ると、もし万が一ダメでもどこが悪かったか、これ検討することができます。再現答案作るの大変なんですけど、これ頑張って作ってください。あとやっぱり憲法行政法は得点源になります。これで苦手な方もぜひですね、ある程度の点数取れるところまで持っていきましょう。で今ね、多分勉強手につかないかもしれないですけど、そういう時も例えば行政法のちょっと新しい重要そうな判例が出たら読んでみるとか、そういった勉強はまだまだできると思います。そしてね、この時期はね、私よくお勧めしているのは、試験直前じゃできない勉強をしましょう。これ何かというと、例えばね、係訴の訴因変更、これ試験直前だと論証をとりあえず何となく読んで判例バーって読んで論文書いて終わっちゃうじゃないですか。もうちょっと深いところで考えてみる、これって本当に正しいのかどうか、そういった重要論点を深掘りしていく、これもいい勉強になりますので、ぜひ取り組んでみてください。はい、それではですね、平成30年本試験徹底分析会広報系、これにて終了いたします。お疲れ様でした。